ここ、世界任務受注できそうなんで行ってみようかなと。シンフォンテーヌ科学院の西側ね。誰来るんか。あいつかな？パイグイさん。助けに行けんかな。エティヌってメロピデ要塞の監修だっけ？とりあえずあそこ行けばいいんか。よかろう。この瞳は、あの上か。あれ、モダかな、あれ。あれ、これボートで行く系？ボートで行く系なのか？まあ、ええか。どうせ溺れないしな。あ？ラッコ？ ラッコがおった。中から行った方が早いな。どこにおるの？あれか、思いっきり捕まっとるな。ベネットさんも一回ああいうのに捕まっとったことあるよな。イベントで。見切りました。手をつなぎましょう。ご助力を。倒した。スマホでもロード長くなりつつあります。捕まってましたね。笑いました。 よく見るキャラがこの檻に閉じ込められとったら、扱いがすごい、すごいから笑っちゃうよね。あ、宝箱。呼吸はとても大切なことです。いや、でもそうなんやなぁ。マジでめちゃくちゃ余裕ができることがあったらプレステ5を買おう。原神のために買ってもいいかもしれん。快適にプレイするために。無料ゲームのために。でもプレステ5もさ、まあ、言うても何年も前のゲームでは、ハードではあるんだよな。
なんかテンション、なんか納得いかんよな。ちょっと前まで売り切れが続いてたとはいえさ、言うて何年も前のスペックって考えると、なんかモヤモヤするよな。たっけーのに。3万とかならええけどさ、5万くらいだろ。価格改定しましたー言うてほしいな。で、3万円になりましたー言うて。そうなんですよね。何してもプレステ4自体がちょっとな、もう限界っぽいよ。なんかそろそろあのプレステ5に対応するけどプレステ4には対応しませんみたいなゲーム出てくるしな。スターレールとか。そうです。スターレールプレステ4対応せんのよな、多分。ついにそういう時代が来るんじゃない。割が合わんのんじゃろうな。メロピデ要塞のパイプをチェック。水中のパイプから気泡が漏れている場合、水中生物もしくは非生物による衝突が原因。もうしなさそうですよね。なんだっけ。あ、対応。あの、スターレールか。プレステ4に対応しなさそうよね。応急処置の方法は、調整弁を操作して流量を調節し、一時的に気泡漏れを抑えればいい。ハンドルを回すときに、機体の流量を観察しながら行う。それで流量が減少すれば手順に問題はない。これこっちから行きゃいいんかな？入れるんかな。これメロピデ要塞だったんだね。こんだけでいいんか。そんななんかちゃんとガチで覚えなくても大丈夫だったのか。あれなんかおるな。敵か、あれは。
ん？この中かな？これ何？関係ないんかな？こっからでもなんか入れそうじゃない？あいつらをやらんといけんか、やっぱ。クラゲ、亜種の能力。爆発能力のある防止爆弾を投げます。長押しするとより強力かつ範囲の広い、55かな？防止爆弾に切り替わり狙いを定めます。セットした後、もう一度ボタンを押すと、55防止爆弾を起爆できます。うわぁ。ああ。複数出せるんかな？これどうやって？これなんか同時に壊さんといけんとかそういう感じだったよな。無理。あ、いけたいけたいけた。いけたわ。いけたわ。オッケー。あれなんかそう、同時に壊さんといけんみたいなのなんか見てたんよ。チュートリアルだけ読んでて。で、起動。何が起動？ん？あー、はいはい、このパターンね。このパターンはどっかからエネルギー持って、ってこんといけんけど、あ、このパターンね。あれ、これまとめてやっちゃっていいかな。まあでも、前半別に何もなかったもんな。じゃけ、とりあえずこれ、あ、間違えた。これを、これにやって、あれ？あ、じゃあこれ取るんだっけ？取って、で、バシッと、あ、じゃあこっちかな？こう、R2 じゃなくて L2 の方だったね。で、これでエネルギーがつきました。で、起動します。で、ここ、これ、R2 でエネルギー取って、で、ここに移す。R2 でな。で、そしたら鍵が開くので、っていうことだろう。はい。まあ、宝箱はいいとして、こっちが本題だったな。これ。はい。とりあえずここは OK。あれ？これ OK じゃない？下もかな？
じゃない。こっちじゃないのか。え、ここまだある？これもう一箇所かな。あ、これか。はいはい、これだ。え？大丈夫かな？もう一回かな？ここで角度かな？あ、いけた。角度だね。なんかこの、もう消えたけど、光ってたところが、今多分下向きにしたと思う、俺。まあ、あの、アーカイブまた見返してもらえたらわかると思うけど、巻き戻して。で、下の方を上に向きにしたような気がする。まあ、ちょっと、わからんかった、巻き戻して。ワープポイントがある。ちょっとワープポイント行って、で、あと2箇所か。近い方から行こう。74近いね。なんかおるなぁ。敵を倒すには、あれいない？手頃なやついない？あ、これ、あ、今使えるんか。なんだ。で、これ使えばいいか。どこだっけ？強っ。じゃあこれも。これがじゃあこれ上向きにすれば OK かな？ああ、2回でいいんだ。あれ、あの光ってる部分を穴開いてる部分に合わせればいいっていうわけではないんだな。そういう意味かと思ったけど違ったっぽい。じゃあ最後。ちょっと遠いな。こっちから行った方が近いかな。あ、違う、これ。間違えた。中だった。あ、これ、めんどいね。あ、いや、いけるか。これ、こう出れるな。こう出れるわ。あー、逆流。出れんわ。逆流、遠いなぁ。ここから、違う、ん？これは、ん？これどこ？これでも変なとこだよね、これ多分。一応行ってみようか。どこだっけ、これ。リフィー地区。ま、行ってみようか。どこだったっけ？多分、海じゃない気がする。あ、海だった。普通にちょうどいいとこだった。
ははは。どうせメロピデ要塞の中でしょみたいな。なんか廃棄されたエリアだっけとかと思いながら、行ったら一番いいとこだった。ちょうど。これが4個目か。敵いなかった。じゃあこれで設置？え？ハンドルなんかないっすけど。え？ハンドルなんかないっすけど。ハンドル。よう分からんけど、とりあえずここ倒してみようか。この中にあったりしないかな。中にあったりしない。ないんだ。ないんだ。え？バルブは効いてないんだ。あ、これか。これだわ。これ同時に切らんといけんやつだ。これは、光ってる、3箇所あるな。多分3箇所同時に切らんといけんと思う。仮に2箇所同時に切ると、あ、大丈夫だった。あれ、簡単な方だった。なんか同時に切らんといけんパターンもあるんよ。全然簡単。何も考えなくてもええやつだと。一般的に使われているよくあるハンドル、メロピデ要塞周辺の水域でパイプバルブの調整に用いられる。で、これで、はい。はい。はい。OK。ふとうに戻ろう。これで終わりかな？行きましょう。これで終わり？なんか、めんどくさかった割に、結構さっぱりしてんな。なるほどね。まあ水中だからちょいちょい
錆びたりね、いろいろメンテナンスが必要なんでしょう。そこのギミック大変なのかな。溶けるかな。ちょっと周辺の敵を倒して30分で解けるかな。剣女万弱、裁きの雷槌、全部丸見えね。ソーランの憩い、無我の境地、よっしゃ。やるだけやってみようかな。岩山八九、見切りました。手をつなぎましょう。私のお家にいらし、ご安心を。海のちぎりよ。全然溜まってない。やるだけやってみるか。ちょっとあいつ倒してからだな。いざ。天道万象。覚えたわよ。ご助力を。やっ。非常にややこしそうだよな。よし。じゃあちょっとこれ、ギミック頑張って解いてみる。